調はどうかな。新型機が当初の参加、私もだけど君たちが今の言うだが、だがでは、はい、俺が、さてなお君らの、いよいよだな。また緊張してるの、タック。いや、このくらい問題ないさ。正式に配属されるんだろうな。それは頼もしいけど、私の足を引っ張らないでよ。それは俺のセリフだぜ、ちょーい。言ってなさいよ、注意。私より撃墜数は少ないくせに。ご両人、喧嘩は後にしてもらおうか。練習を始めるぞ。また後で。始めるぞ。お前らは戦闘訓練を積んできたみたいだが、ここで改めて基本を説明しておく。それが俺のやり方だからな。標的機を出します。まずは標的をノックオンしてみろ。操作はロックオンボタンを押すだけだ。これができないと戦闘にならんからな。ロックオンした標的を攻撃する。メインウェポンを使ってみろ。当たれ。落ちてくれ。よいしよし、ここまでなら誰でもできる。基本だから絶対忘れるなよ。次は近接攻撃を試してみる。標的に接近するとマーカーが変わる。それが攻撃範囲に入った合図だ。連続で叩き込んでみろ。そっちか。次はサブウェポンの使い方だ。サブウェポンボタンを押すと攻撃がサブウェポンモードになる。その時モニター右下に表示されている武器パネルに対応したボタンを押せばサブウェポンが使える。サブウェポンボタンを離すと使えなくなるからな。
ダッシュボタンを押せば高速移動ができる。それで標的に接近して破壊する。ダッシュを解除するには再度ダッシュボタンを押せば。ちなみに2回連続でボタンを押すと急ターンもできる。覚えておけ。車同士の模擬戦闘を行う。用意はいいな。タック、本気で行くわよ。覚悟はいいわね。もちろんだ。はい。いいぞ。あなたの癖はとっくに温存しよう。次は右側に避ける気でしょう。そこまで思い通りに行くかよ。そっちか。やっとここまで来たね。どうしたんだ改まって。残ったのは私たち二人だ。これ以上仲間は失う。これがどうだ。だから何が何でも生き延びましょう。当たり前だろ。そんなの何がいいか。これからもよろしくって。ダメージ限界値突破。私の負けね。残念だったな。いい勝負を見せてもらった。うちのひよっこどもとは大違いだな。お二人さん、引き上げてくれ。まだエネルギーコアが安定しません。念のため調整が済むまでは出力に制限をかけておきましょう。うん、どうやらご到着のようだな。ホワイトベース級。そうだ、お前たちが乗ることになるアルビオンだ。いよいよか。そうね。最終試験が終わったとはいえ、ガンガン
う規定レベル内の出力をマックスレベルまで本来ならば出撃前に応急処置としてスロットルにはこのリミッターは決して解除しないでバニング隊出すわけにはいかない。こしゃくなまれ。貴様、邪魔するな。アルミオンのシナプスだ。2号機の奪還は他のパイロットに任せてすぐに引き返せ。無理です。敵と交戦中に。それにまだ勝敗が決まったわけではありません。やります。命中させる。意気込みはよし。だが相手がひよっこではな。見えた。レーダーに反応あり。敵の増援です。メタルアーマー、イグナスです。バカな。もう一度確認しよう。間違いありません。さあ、久しぶりのでっかい作戦だよ。派手に暴れておいで。無事確保できたみたいだね。よし、引き上げるよ。撤退命令だ。急げ。ギガネスは血を前後。高熱源体が多数接近。またギガネスか。いえ、見たこともない機体です。なんだこいつらは。タック、今はとにかく迎撃を。
してはできすぎだな。こいつらも手を組んでいるのか。そっちだ。あるいはこの騒ぎに便乗した第三の勢力か。これぐらい落ちてくれ。所属不明のせい、これらから考え、やらねばならないこと。なお、ガンダム十分に。ケプフォード注意。残念ながら、彼女は戦士と認定され、2階級特進となる。ケプフォード、君はカーソン少尉の分まで、立派に任務を果たしてくれ。一組の戦闘訓練を始める。互いの意思疎通は十分行うように。配置につけ。俺はタック・ケプフォードだ。よろしくな。よろしく。噂通りだな、マリナ・カーソン。そう、一度組んでみたいと思ってたんだ。同期の中じゃあんたが一番成績いいって聞いてたからさ。そう。ああ、でも乗り物に弱いって話も聞くけど、まさか嘘だよな。普通そういうやつはパイロットにならないし。なあ、その髪留めてるやつってちょっと珍しいよな。いつもつけているけど。訓練中よ。さっきから何なの。今実戦なら死んでいたわね。助けられたな。
なんだ、あいつ。将尉、ガンダム、行きます。援護を頼みます。援護は任せろ、行くぞ。気楽に行こうよ、リンダちゃん。今は作戦中よ。
片っ端から破壊しちまえばいいんだ。新たな敵艦を確認。すぐに向かえ。敵の位置に注意するんだ。一発かわしてやる。どこだ？俺に任せとけ。周囲の警戒を怠るなよ。